IGR 岩手銀河鉄道株式会社は岩手県盛岡市に本社を置く第三セクター方式の鉄道事業者である東日本旅客鉄道から引き継いだ岩手銀河鉄道線を運営するほか旅行業や不動産事業も営んでいるなお社名の IGR は岩手ギャラクシーレールへの略であり G は銀河ではない東北新幹線 森岡八戸館開業に伴い、並行在来線として JR 東日本から経営分離されることとなった東北本線、森岡八戸館のうち、目時駅構内南方の県境上にある会社分解店より岩手県側を運営している。青い森鉄道より運転指令も受託して一体的な運用がされていたが、目時北については2010年7月3日に、 JR 東日本盛岡指令青森分室に移管され、2010年12月4日から青い森鉄道の指令所として運用されている。運転指令の分離に伴い、2010年12月11日に新指令システムへの移行を行い、JR 盛岡総合指令室内から IGR 運輸管理所内に移転した。なお本社は2015年11月16日に、 森岡市上田1丁目から同市青山2丁目の青山駅南口駅舎2.3階へ移転。これに合わせ、青山駅には南口通路と駐輪場が新設された。社名は会社設立前の発起人会が公募して決定し、2001年3月22日に森岡グランドホテルにおいて発表した。同日、優秀作品賞の表彰式が行われ、 一個町の当時24歳の主婦が受賞した。応募作品総数は2642点で、最も多かったのが、道の区鉄道の172点だったが、一番多かったものが、社名になったわけではなく、郷土の偉人である宮沢賢治の著書、銀河鉄道の夜に由来する岩手銀河鉄道に決定された。ところが、いざ法人登記しようという段になって、 称号調査したところ、森岡市内に岩手銀河鉄道という会社がすでに法人登記されていることが判明したため、苦肉の策として IGR を頭につけた。当時はアルファベットの称号登記ができなかったため、登記上及び鉄道事業許可上の社名は IGR 岩手銀河鉄道株式会社である。以後、特に差し支えがなければ、社名の先頭の IGR は、 IGR と略して記述する。開業以来、2004年度決算までは赤字だったが、2005年度決算で初めて当基準利益を計上し、2008年度まで4年連続で黒字決算となった。これは、新駅設置により利用者の減少に、歯止めがかかっていることやコスト削減などによる、営業損失の縮小、及び、通学定期運賃の激変緩和措置などによる、 補助金収入が増大したことが要因となっている。2009年度決算は岩手銀河鉄道線を経由する、新大特急列車の運賃、料金収入の減少などにより、当初は再び赤字に転落するものと見込まれていたが、コスト削減策や増却策が走行し、2005年度から5年連続で単年度黒字を計上した。 2010年度決算は東日本大震災の影響もあり赤字に転落したが2011年度決算より単年度黒字に回復2012年度決算では累積赤字を解消する見込みとなったことから2013年4月1日より定期券の大幅値下げと一部区間の普通運賃値下げが実施されているなお消費税率の8%への改定に伴い 2014年4月1日からは、普通運賃、定期券いずれも、値上げとなった。以降2015年度決算まで5期連続の黒字となったが、事前発表では、黒字予想だった2016年度決算は、原価消却費の計上漏れを、監査法人から指摘され、それにより赤字決算となった。IGR 岩手銀河鉄道組織図による、 IGR 岩手銀河鉄道の旅行業部門で近畿日本ツーリストグループ特約店。旅行業登録番号は岩手県知事第2から186号。開設から2006年11月25日までは滝沢駅構内に店舗が所在。その後、栗谷川駅構内に移転し、2009年3月14日まで同駅業務の委託を受けていた。委託終了後は、 旅行業務のみに戻ったが、2010年3月に IGR 本社内へ移転。2015年11月16日の IGR 本社移転に伴い、東部門の青山駅南口駅舎券、IGR 本社新社屋1階へ再移転し、これに合わせて年末年始を除く土日祝日も利用可能な常設窓口を新設。窓口営業時間も以前により拡大された。 IBC ラジオ、森岡駅前探偵団にて毎週木曜日に CM を不定期で放送している。IGR 岩手銀河鉄道の不動産業部門で本社営業部の配下にある。免許番号は岩手県知事第2352号。2015年11月16日に本店は青山駅南側の IGR 本社新社屋1階へ移転した。 また2016年12月5日に、栗谷川駅店を開設。2017年4月24日に、森岡駅店を栗谷川駅店に統合した。過去の店舗以下の車両が、運輸管理所に在籍している。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。ただし、下記の区間では、乗り継ぎ割引運賃が適用される。開業当初から、 北海道新幹線開業前まで特急、急行料金の設定があったが、IGR の各駅では特急券、急行券の発売を行わなかった。乗車券は、社員配置駅と青山、都合、一個駅では窓口及び自動券売機で発売、それ以外の委託駅では窓口で発売している。無人駅である小、都米・目時以外の各駅では、 窓口で貢献の入場券が購入できる。以下の企画乗車券を発売している。岩手銀河鉄道線は、青春18切符などの JR の企画乗車券は、利用できない。岩手県交通、岩手県北バスとの連絡割引定期券、割引乗車券、IGR バス乗り継ぎ通勤定期券は、森岡高馬間の各駅と岩手、沼区内、1個、2個の各駅で、 すごい切符は森岡スゴ館の各駅でそれぞれ発売しているが何区1階にあるバス乗車券定期券売り場では発売していない。発売終了した乗車券設定区間は次の通り。ただし設定区間以外に申し込みのあった貸切運賃は区間の片道の営業帰路に見合う運賃となる。申し込み者の希望によっては青い森鉄道まで入線する。 連絡運輸の範囲は次の通りである。JR との連絡運輸東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則別表によると次の通り、同規則上 JR 各駅を出発駅としなければ連絡する切符等を発売できないが同規則第14条の例外規定により津軽線油川駅北への駅と連絡する場合は、 JR6 社の各駅で、岩手銀河鉄道線各駅から出発となる切符を発売できる。IGR 岩手銀河鉄道旅客営業規則上の連絡運輸 IGR 岩手銀河鉄道旅客営業規則別表による連絡運輸範囲は次の通りであり、JR と異なっている。青い森鉄道との連絡運輸。ありがとうございます。